トランプの携帯が、はい、まあ、中国側にも情報ダダ漏れなんだというニュースが最近出てますよね、はいはい、トランプ大統領、うん、政権に入ってから、まあ、ツイッターめちゃめちゃしてますよね、はいはいはい、どこからツイッターしてるかというと、うん、iPhone からしてるんですよ、はいはい、でトランプ一応 iPhone3 台持ってるらしいです。それ記事が出てきてなんで3台持ってる、3台持ってて2台はその、うん、なんていうんですかね、記録も残らないような超暗号化されたやつなんですけど、うん、1台、うん、一番使ってるやつ、うん、一番使ってるやつが、うん、ダダ漏れ、一般人の使ってるやつと同じやつらしい、うん、ダダ漏れだと、全然ダダ漏れですよ、うん、はい、で気にせず使用してると。だから、ま、周りがもうトランプさんも本当もうあの電波取られたりなんかするから本当やめてくださいというふうに言ってるんですけど、気にせずどんどん使用してる、はい、そっちの方がもう気楽だし、うん、彼自身の個人用のやつだからってことで、うん、いろんなところに電話してるらしいです、うん、ところがこれ問題なのは、うん、それを中国側がおそらく把握してるらしくてですね、うん、トランプの会話をなんか聞いてるらしくてですね、うんうん、彼が友人、先ほど言ったのシュワルツマンですか、うん、はいはい、ああいう人たちにめちゃめちゃかけてるらしいんですよ、うん、スティーブ・ウィン、はい、ウィンとか、はい、その辺、はい、でそれを知ってて、うん、ニューヨークタイムズがその辺を逆にその、まあ、逆探知したかどうか知らないですけど、うん、それを、記者がその調査してですね、うん、まあ、この3台使用してメールはやってないんだけど一応調停されてる、あ、盗聴されてるって前提で、うん、なんと北京側がそのトランプの友人、うん、まあ、シュワルツマンとかいるじゃないですか、うん、はい、その友人、その友人の友人ですよ、うん、トランプにとっては 1、2あるんですけど、はいはい、この友人に北京側がいろいろモーション仕掛けてて、はい、トランプさんにうまくいってくださいよって吹き込んでるらしいんですよ。あ、だからトランプが iPhone で、はい、そのダダ漏れのね、そう、中国側にダダ漏れの iPhone で誰かに電話をしたら、はい、あ、仲がいいんだということが分かって、分かりますよ、トランプが電話をした相手に中国側からアプローチが来ると、いや、その、 その人の友達に、ね、そう、アプローチが、めちゃめちゃ来てるらしい。そうそう、だからこれでもこの記事書いたらすごくないですか、はいはい、そこまで分かってるっていうことですよ、ね、分かってるよね、はい、はい、もう盗聴されてる前提なんですよ、前提なんね、はい、うん、まあ実際こういうね、だからこれどちらかというと、うん、そのまあニューヨークタイムズの思惑としては、うん、まあ、ヒラリー・クリントンの時にほら E メール勝手に使ってたから、はい、あのヒラリーをなんか逮捕しろみたいなことでトランプ結構その選挙中に言ってたんですよ、うん、セキュリティ側の感覚はねえやつだみたいなことで、はい、わーって言ってたんですけど、うん、自分もあれじゃないですかっていう話なんですけど、うん、だから僕はこれ見た瞬、やっぱ見た瞬間に、あ、これリベラル側のメディアがやっぱトランプ嫌いなんだなっていうのは分かったわけです、うん、まあ、ですね、ただそれ以上に僕はそれ、はい、この記事の中でやっぱすごかったのはその辺の北京が、うん、友人の友人アプローチしてるってとこまで書いてるっていうところは僕すごいと思いました、はい、すごいね、はい、これはさすが、これあの記事だなと思いました、うん、まあ、iPhone っていうのは、はい、スノーデンもね、ダメだと、そうそうそう、まあ、iPhone はデータ抜かれちゃうから、はい、iPhone はダメだっていうのを言ってたぐらいなんで、はい、僕はあれ聞いて、うん、ずっと Android を使ってたんですけどね、最近もう抜かれてもいいやということで、はい、iPhone にしました、ね、そうなんですか、はい、ただ問題はね、僕これ、はい、これリベラル側のバイアスっていうところなんですけど、うん、僕も実際そのアメリカの毎日ニュース、うん、夜見るんですよ、はい、まあ、アメリカでその現地で朝とかになって、はい、うん、そうするとですね、その朝のショー、モーニングショーみたいなものとか、その前日の夜にやった、アメリカの、まあ、リベラル系のメディアです、うん、僕、はい、リベラル系のメディア好きなんでよく見るんですけど、はい、彼らの、うん、特にそのオピニオンをバンバン言える番組ってあるんですよ、うん、例えば MSNBC の僕よく見るのは、うん、モーニングジョーっていうやつなんですよ、うん、でモーニングジョーっていう番組、これなんか朝3時間ぐらいやってるスタバがお金出してる番組なんですね、はい、うん、スタバの番組なんですけど、はい、そこで出てるモーニング、まあ、ジョーってやつが、ジョー・スカボローってやつが、うん、こいつは元下院議員の共和党の人間、はい、だからトランプにはまあ初めは結構当たり障りないことを言ってた、はい、でもう一人がブレジンスキーじゃないですか、知性学の、あれのブレジンスキーの娘がミカ・ブレジンスキーって言ってジャーナリストやってるんですよ、はいはいはい、でこの二人が番組やってて、うん、まあ、この番組やっててお互い浮気してこの二人結婚したんですけど、番組中で、まあ、その話はちょっと置いといて、ね、はいはいはい、でこのモーニングジョーがかなりリベラル化してるんですよ、うん、相当民主党側寄りになってきちゃってて、まあ、で何をブレジンスキーに引っ張られた、まあ、ブレジンスキーに引っ張られたかどうか分かんないですけど、うん、でその何を言ってるかというと、朝なんか初めに5分間昨日何が起こったかって話をちょっとジョーっていう、まあ、ジョースカバルってやつに言わせるんですけど、はい、言ってんのがね、もうアメリカもう終わったみたいなことをずっと言ってる、トランプ、ね、うちの大統領がこの間ユダヤ人 の礼拝所かなんかで、はい、ちょ銃撃事件があったんですけど、はい、あの銃撃事件があったことに関してトランプは自分の髪型がなんとかでジョーク言ってたとか、はい、まあ銃規制の話はしないし、ね、銃規制の話はしないしってとこでめっちゃくちゃ怒ってるんですよ、はいはい、でもちろんその前の他の大統領、うん、レーガンさんとかだったらそういう事件があったり痛ましい事件が起こったとか言って、みんなこれでもアメリカみんな一緒になって強くやるんだっていうことなんですけど、うん、トランプはそういうことやらないじゃないですか、はい、でそれに対してこんな倫理観のない大統領は
もうダメだみたいな、はい、アメリカ終わったと、俺たちトランプが去った後に我々の知ってるアメリカは帰ってくるんでしょうかみたいな、もうすごいね、はい、もうやばい演説してるんですよ、その。なるほどね。いや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 、ちょっと待てよ、もう本当にトランプ嫌いなんだな。嫌いですね、もう本当 CNN なんかもとにかく目の敵ですから、はいはい、いや、まあ、ちょっとはやばいなって話なんですけど、ちなみにこの iPhone が、はい、トランプの iPhone が、うん、中国側にハッキングされてるということを、うん、が報道されてて、で中国側がそれを聞いて、はい、気にしないで、この言ったのは、もし iPhone に盗聴の心配があるんだったらファーウェイに変えたらいいんじゃないですかこう言ってたっていうね。これちょっと画像出る、中国がすごいよね。もし iPhone に盗聴の心配があるならそうファーウェイに変えるといい。そうもっとやばいだろおい。これなんかちょっとマリー・アントワネットらの有名な言葉に近いんじゃないか、うんうん、いやいや本当ぴったりだよね。パンはないならケーキを食べればいい、まあ、ケーキって言われたらあれなんかブリオッシュだっていう話がなんかあるらしいんですけど、はい、これはすごいな。すごい、ね、iPhone に盗聴の心配があるならファーウェイに変えるといい、うん、もっとダダ漏れじゃないかっていう、はい、大変です、ね、戦略系のことをちゃんと勉強したいなというふうな人のために番組やってるんですけれども、はい、CD 授業としてね CD をやってまして、はい、それは戦略の階層から入って、はい、戦略の勉強をしていただけたらと思ってますけれども、はい、ぜひここからスタートしてですね、未来予測と戦略 CD とかになってますんで、ぜひ、そしてリアリスト入門、それからルトワックの一発逆転の非常識な成功法則、戦略三部作のクラウゼビッツ戦争論、そちらもね、これも、はい、日本では誤読されておりますので、はい、で地政学これは日本にはないです、はいはい、それから孫子の兵法、これもちょっと、はい、いやいや日本のは誤読されてる、はい、ということで、はいはい、ちゃんと解説をしているのがありますので、はい、ぜひ聞いていただけたらと思っております、はい。